もう皆さんご存知だと思いますが、えー、トヨタが先日ですね、2030年それからその先の電動化戦略に関する発表会を行いましたこの年末に閉鎖となるお台場メガウェブでの、はいまあ、おそらく最後の記者会見というなんかことだったんですけどいやしかしものすごい大激震ですよねこの業界というか世界が。 でその我々もですねまああの呼ばれてはいたんですが、ちょっとスケジュールが合わず、そんなにこんな発表があるだろうと思ってなかったので、まあ、行けなかったんですが、あの先日、私はそのあと行って、実車を見てきましたということで、ちょっと深掘りして考えてみたいと思います、はいまあ、大体のねそうまあいつまでにどのぐらい出ますで、こんな車がありましたはね、ねもうすでに報道されてますので、もう一歩二歩、ね、1歩、はい、2歩。 考察してみましょううかという感じですねえとまず16台 EV がずらりと並んで、はいはい、その中にレクサス RZ とかですね今度出る BG4X とかも含めて16台、はい、レクサス RZ ここで世界初公開とかですね、うん、もう完全に寝耳に水というか、はい、全く効いてなかったですから。 あのまあ、全員驚いたというか、私が一番驚いた、<laughs> 我々が一番驚いたかもしれないと説明会という名前がついてましたからね、はい、こんなに車が並ぶとはという感じでしたけど、まあ、それがメガウェブでやるのにふさわしかったというところでしょうか、あの今年ね、東京モーターショーがなくなりましたので、はいえー、もうトヨタは多分ここに向けて準備していたんじゃないかなという気がしますよね、それを今回、このメガウェブで、まあ、トヨタレクサス 電気モーターータショーをやったという感じじゃないででしょうかね、はい、でじゃあまあそのトヨタ2030年に350万台の EV を売るぞと、はい、でそのための電池も確保したぞ電池の材料も確保したぞということをここで出してきたんですけどもともとトヨタが何を言ってたかと言いますと、はい、EVFCV 合わせて200万台を30年に売るつもりだと。 はい、いうことももともと言ってたと思うんですが、まあ、そこから150万台積んできた、はい、ということになりますよね。うん、はい、これどういう意図があると思われます、まあ、トヨタは常々、ね、BV やりませんとか嫌いですとか言ったことはないわけですよね。それは間違いないなで,すそうでお客さんのニーズがあればやりますよというスタンスだったと思うんです。 木が熟したらやりますよと。はいでまあ、そのための技術も持っていたし、はいねまあ、電動化一番やってたのはトヨタですからね。ね。間違いなく、ね、あの誰がプリウスを最初に出しましたかとか何万台売ってると思ってんだって話ですからね、はい、もうそういう意味で別に何もブレてなくて突然世間が BVBV って言って、はい、トヨタは何かやってないからなんか突然切れてやったわけではなくて、はい、まあ あのーえー、ヨーロッパ中心に、まあ、BV のマーケットが広がってきているまだとはいえね十数パーセントではあるんですけど、はいえー、とはいえ十数パーセントもあるとも言えるので、まあ、それに対応してくるで特にまあヨーロッパの場合はカンパニーカーとかが多いと思うんですよあの個人でなかなか BV をというみんながそうなってるとは思えないんですけど。 アメリカなんかは逆にね個人で買ってる人も結構いるという感じがあるんで、まあそういうまあそう世界のマーケットを見ると、それは結局ですねそのまあちょっと説明させていただくと、はい、まず北欧に行くと補助金がものすごいんですよね。そうですね。B V 買わない意味がわからないぐらいの補助金が、ね、巻かれているんです。はい、そしてドイツに行くと今度は補助金じゃなくて減税も補助金もすごいんですけど、はい、減税がすごいんですよ。え、はい、カンパニーカーで、えー、その B V を買いますと、はい、そうすると もともと普通は、えー、車両本体価格の1%を、まあえー、毎月会社に対して払うみたいなこ、ね、カンパニーカーですね支給じゃなくて、はい、一応払ってるというでそれによってその所得税が減免されるっていうのなんですけど、えー、その払わなきゃいけない金額が、まあ、b v だったらたた例えば0.6%になるとか。はい だからまあ4割引きで乗れるみたいな、うんはい、それだと、まあ要するにえ5万ユーロの車を3万ユーロの感覚で乗れるってなると、普通に家で充電できたら、それ b EV 買う人が相当出てくるよねという、そういう話でして、うん。うん、そうでですねで、はい、会社としても、まあなぜ安くするかというと、えー、我が社はカンパニーカーとして環境に優しい車を導入していますというアピールができるし、はい、乗る人も、まあ、 カンパニーカーとしてあの個人で家で持ってる車はもしかして違っても普段はこは電気で乗ってますというふうにまあ言えるというような感じのそういうまあちょっと外面というかそういうい分もあ一方であのアメリカに行くと今度はカープールレーンというものが存在しまして、はい、まあこれに乗るためには今もう BEV もしくはまあゼロエミッションじゃないと。はい あの乗れないところが増えてるんですね、はい、それ何かというと、まあ、例えばその首都高とかを想像してもらえば分かりやすいんですけど、ど、まあ3車線あるとこの1車線が、えー、基本的には2人以上乗ってる人しか、はい、車しか、えー、走れないレーンになってまして、渋滞する時間ですね。はい、なんですが、えー、電気自動車に乗ってる人はそのレーンを1人で乗ることができるんです、通勤って1人でするものですから、はい、だからまあテスラとかを買えば、渋滞せずに通勤できるというそういう話なので。 えーまあ、電気自動車が買える裕福な人は 2>,、はいえー、2台持ってるうちの1台を EV 買うとか、まあ、そういうことになってるということで、えー、アメリカ中心にすごく EV が売れてるという、まあ、これが現状ですねねそうです、ね、だから、まあえー、テスラモデル3あとは実は日産リーフとか、はい、あと、ね、意外にねフォルクサイズのゴルフ E とかがほ<う>まあ あのカリフォルニアの話ですけどね、はい、ちょいちょい走ってるんですよゴルフい、e、いってこんなにいるの,<あ>のっていう <laughs> 結構驚くぐらい走っててやっぱねカープルーレーン本当にまあ明らかに流れるんで、はい、時間帯によってはだからねそれはまあ特急券ですよねそうですねすあ毎日グリーン車に乗れるいうそ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 、ね、しかも、えー、と快適なだけじゃなくて早く着く、はい、わけですから他の車はね各駅停車なのに自分だけ特急に乗ってるような感じで乗れるとなれば それ買うよねとでさらにここのところのガソリン高騰ですから、はい、まあヨーロッパ行くともう1リッター250円超え、はい、アメリカでもどののくらいでした、はい、この前今ねガロ,ン5リ、えー、ガロン5ドルとかに台になってるんで、はいまあね、ずっと3ドルぐらいかなみたいなイメージじゃないですかれってだからリッター120何円とかっていう話なので、はい、まあ昔ですよ大昔の話だとまあリッター20円ぐらいだったアメリカが100円超えてるってなると、はい。<laughs> <laughs> まあそうなると、そういういろんな理由で EV 検討する人が増えるよね、はい、ということですねそうですねでそんな中でトヨタはこの発表を行ったということですが、はいはい、まず、えー、出てきたのが BG シリーズの5台です、ねはい、どんな車が出てきましたか、はいまあ、まず BG4XBG はビヨンドゼロで4が、えーとまあ、いわゆるクラスというんですかね、はい、車格を表すと言われてましたよね。 えとでまあ X がクロスオーバーなんですけど、えー、とそれの下あのそういう、ね、BG 例えば3とか5とかそういう名前は出てないんですけども、まあ、今回出てきた中には、えーまあ、その辺の例えばこれは2になるのかな3になるのかなみたいなまず BG スモールクロスオーバーこれ1かな2かな <laughs> 2> 1じゃないですかね <laughs> はい、まあ、これ特徴ははいまあ車での,のサイズでいうと要するにヤリスクロス級かもうちょっとちっちゃいかなっていう感じですリス のより短そうですね。はい、はい、ぐらい、私はもう実証を見てきたので、まあ、はい、も,うもうちょっと短いかなっ、うん、あ,あいイゴとやリスの間ぐらいかなというところなんですけど、はい、特徴として出てきたのは、えー、125ワットアワーパーキロメーター。つまり18、はい、キロを1キロワットアワーで走れる。はい、まあ最近って例えばまあ50キロワットの車とかって結構出てるんですけど、はい、まあ50キロワットの車であれば580 40で400。うん 400キロを走れる BV、はい、という、うん、まあそういうカテゴリーが出てきたということで,す、ねうん、でなので、電費に相当自信がある車ということになります。うん、そうですね、トヨタは BG4X、まあ、でも、まあ、少ない、ね、バッテリー容量で距離を走らせるというやってましたのでこれも多分同じコンセプトで来ると例えば40キロワットアワーで320キロ走らせるとかね、はい、なんかそのぐらいっていうのがちょっと現実的かななんて思ってますよね。 プジョー E208 が 50kWh 積んでて、はい、えと実電費で多分ね 200kg 台前半ぐらいかな中,中盤ぐらいかなと思うんで同じようなのをバッテリー容量少なく実現するみたいなことかなというふうに想像できますね。ただ BMWi3 の一番最初の2013年ですかね、はい、のモデルって 127Wh パーキロメーターなんですよ。はい すすごい良かったんです、ね、だからここでトヨタが語ってるその125とまあほぼ同じなんですはい,はい。と考えると目標値がそこまでその、うん、え夢物語というかまあそういうものではないってことですよね。はい、まあ見方はいろいろあるけど、まあ、それぐらいかよとも言えるのかもしれないし、はい、でも i3 みたいにカーボンとアルミ使って、はい、でバッテリー容量も少ないから車重軽かったんですよね。そ,はい、それに比べて多分この車は、まあ、普通に鉄でできてて。はい 車重もそこそこあってかつバッテリー容量も大きいけどで、まあ、安いか、はい、でこれを実現してくるわけですよねまあだから、プジョーとか日産とか、うん、その辺の,その、まあまあ、日産リーフとかね、はい、その辺見ていくと、まあ、やっぱり5とか6とか、はい、そのくらいの,そのキ,ロキロメートルパーキロワットアワーになってくるので、はいはい、まあ8っていうのは相当な数字なのは事実ですね、うん、はい、まあ、そんなことを考えてるよと。はい はい、ちょっと次の車見ましょう。はい、イージーコンパクト S. U. V. っていうのがあります。はい、これは美しいですね。そうですね。まあ、どのぐらいの車というのが難しいですけど。C. H. R. 級というべきでしょう。これはそうですね。まあ、C. H. R. よりかは、こうちゃんとパッケージがある、ね、あのう。居性だなんだと考えて、いるだから、プリウスのハイリフト版みたいな感じ。そなんな考えでもない。そんな感じです。はい。はい、そういうものが出てくる。まあ、これはだから、もしかすると S. U. V. と並んで。 結構普及版としてて考えられてるのかなそして多分これはもうほぼ車としてできてますよねなんかもうこの形見たらね、はい、あの夢物語コンセプトカーの域はもうすでに過ぎてますね来年の後半ぐらい出てきても全然驚かないという、はい、続いて BG セダンと読むんでしょうね、はい、SDN ねセダンですね、はい、まあこれと suv と両方あるのかねコンパクト SUV と両方あるのかという感じですけどサイズ感的にはこれどうなんですか同じ,同じような感じですねちょっと長かったように思いましたけど、まあ、セダンというからにはまあ見た目にはねまあ、クーペというかハッチバックっぽいというかまあプリウスっぽいんですけど、はい、よりリアの居住性ということなんですかねまあだから EV 今、その欧州、アメリカ、うん、中国ですから、うん、まあアメリカ、中国攻めるのにはセダンは必須だろうという。そうですね これはだから本当にアメリカの一番のコアみたいなことにもしかしたらなるのかもまあ、えー、モデル3モロで,、ね、ですよね、はい、そこですよねはいなるほどうんはい、はい、かっこいいですね <laughs> なんか普通に、まあ、未来感あってかっこいい、はい、普通にこれがカローラっていう名前でも<あ>という感じですね、うん、ねはい、えー、そして BG ラージ SUV というのが さっきのコンパクト SUV はどっちかというとやクロスオーバーだと思いますがこっちは SUV ですね。実車のサイズで言うとマツダの CX8 とかとほぼ同じあそうすると BG4X が、ねはい、CX5 <laughs> 例えば l o 4だ、はい、とするとこれはまあもうちょっと大きいのか。なるほど。 うんこれもう見たところもちろん詳細は明かされてないですけど、はい、まあ見たところ7人乗りかなと、まあ、そうですね、はい、そうすると大体のニーズがこれで賄えそうですね、はい、車としてねプラットフォーム1個で作るんですかねうんコンパクトの方がね、はい、ちょっとどういう扱いになるのかあの BG4X は、えー、ETNGA と言ってるやつは割と GAK、えー、と, G と、まあ、なんか共通項があるような、はい、ないようなという雰囲気でしたよね。 だから大きい方の車はそうだと思いますがこのね、えーと、スモールクロスオーバー、はい、この辺とか車幅も違うから作れるのかなとかもしかしたらこの頃には何か違った、あのー、展開が考えられる。例えば、まあ後で話しますけど、はい、軽自動車とかね、はい、あとはまあグループにはダイハツとかそういういいますから。はい そういういとところと使えるもしかしたら ETNGA コンパクトみたいなやつが考えられててもおかしくないかなとううします。なのでその辺を考えると、まあ、現実的に次に出てくるのはこの、えー、クロスオーバースモールクロスオーバーではなくてコンパクト SUV コンパクト SUV、はい、それと、えー、セダン、うん、この2個が、まあ、見たところ車としても,もうすでに出来上がってるのはこの2つじゃないですか。 これできてるものを消化仕立てにしたぐらいに見える完成度ですよねで,でプラットフォームもおそらく e t n g と同じでいけるということは、ね、同じものだと思いますねま来年これが出てきてその次の一手がラージ SUV とスモール SUV25、うん、年までに出てくるぐらいの感じなのかなと軽、うん、プラットフォームと似てるってことはこれはプリウスとかよりちょっとでかいのかもしれないですねああなるほどプリウスは GAC じゃないですか、ね、そうですね まだちょっとその辺ね、ねあの ETNGA のこうスケール構造とかちょっとまだね、はい、まあ何せ1台もまだ載ってないですからね、はい、わからないですけどまあ、そんな展開をすでに考えていたとということですねそれもでも BG シリーズがこの先急拡大していくことはもともと言ってた話なので,そうですねだからここで要するに出してきたという言ってたのはこういうことですよと。はいだから BG セダンは BG3 とかなのかなとかね <laughs> 例えば名前はつくんでしょうけどもはい。 だからあの本当にトヨタは言ってたことを着々とやって、はい、その成果を着々と発表してきたというそうですね少なくとも言えるのはなんかいろいろ言ってるから今回も柔軟で集めるぞって,って無理やり作ったもんじゃないよ<す>ということですね他のメーカーがこれを見てどんな日あわせを書いていくかがちょっと気になるところ <laughs> 本当ですよねちょっとぜひねフォルクスワーゲンの幹部とかに聞いてみたいと <laughs> こ,こですよね、はい、じゃあ、はいえー、トヨタはこの辺にしての辺でまずこの辺にして、はい、BG はね、はいはい、次。 レクサスこの車は何ですか ?RZ。見たことがないですね。まあ、ちらちらと見てたあの車って感じですね。が、世界初公開となりました。これ、単体で考えたら、もし東京・モーータショーでこの車が世界初公開されてたとしたら、ここで公開するんだっていう感じじゃないですか車ととしては上海か。 ああアメリカとかで公開,のお勝利公開しそうなのに <laughs>、はい、このタイミングに持ってきたんだっていうのがまず率直な私の印象ですからそれだけやる気だったんですね、今回は。まあ、そういういことですね、はい、まああの22年にね出るぞということはまあ半ば、ねはい、そういうことだろうという流れだったわけですから、えー、っとまあそういう意味での驚きはないんですけど、はい、これはもう本当にできてますですね。はい でえー、スピンドルボディと言ってたのがつ、はいにこういうことかっていうのが見えてきましたね、うん、なるほどねグリルじゃなくてスピンドルがまあ顔になっているんですねはい、はい、このボディサイドのラインとかかなりえぐいですねはい、はいまあ、ちょっとスペックとかはわからないんですがまあ基本普通に考えて ETNGA ですよね、はい、であの、まあ、駆動力制御駆動力と制動力の制御で ああのまあ、いわゆる内燃エンジン車にはできなかったダイナミクスを実現するというのがまあダイレクト4でしたっけ、はい、えっとレクサス行ってましたんで、まあ、それがついてくるだろうとあとはま LFG エレクトリファイドでしたっけ、はい、あのー、コンセプトカーの時にはまあ、えー、とーステアリングもねバイワイヤーっぽいものが、はいまあ、使われてたりしてまあ、先にねちょっと BG4X の方でそういうのが使われちゃったんですけどまあそういうものをやってくるだろうと。で今回ねあのー えー、豊田社長と、えー、佐藤プレジデントが、まあ、同乗してる、ねはい、ものが公開されて、まあ、あの豊田さんがものすごい驚いて、はい、楽しいと楽しこういうのやりたいんですよと佐藤さんが言って,っていう、まあ、動画ねみ見られた方も多いと思うんですけども、まあ、とにかくエクサスの役割は単に BV じゃなくてその BV で新しい面白さみたいなことを、はいまあ、走りだけじゃないんでしょうけど、まあ、出していくことなんだろうなというのがまあ そういうういい動画とかかビデオとかでも示されたとということですねでまずこれが出てくるんですが、はい、え同時にまず現地には4台が並びましたはいこんな感じですねセダンです、ねまあ、ミドル級のセダンとかなり苦戦のある形をしてますの、ね、で、まあね、進化系の IS と言われればうんとも取れなくないこのねお尻がすごいストンと落ちてるのがね、はい、すごいまあコンセプトカーだからとも言えますけど BMWi4 のすねとそのまんま戦うという感じになるんでしょうね。そしてこれはですね今までレクサスにはなかったカテゴリーというか RX に当たるのかこれがというそれはもうちょっとボクシーなレクサスエレクトリファイド SUV としか書いてないんですけどかななるほどもしくは BMWX5 とか。 そうですね、はい、RX よりかもクロスオーバーじゃなくて SUV よりですねこれねそういうのを考えていると、はい、そして何やらすごいデザインのもう見るからにスーパースポーツカーというのが出ましたけどもこれやるって言いましたね。はい、ただし、えー、まあスペックについては0100キロ2秒台、はい、2> そしてえ700キロオーバーの航続距離を目指し全固体電池の搭載も視野に入れると。はい ゼロから2秒前半だそうです、まあ、ハイパフォーマンスバッテリー分の実現を目指しますと、うん、いうことなんですが、これがね、はい、今まだ間に合うなら実車を見に行っていただきたいですね、はい、あのこれをお聞きの方に。はい、写真で見るのとねだいぶ印象が違って、はい、ものすごい車高が低いんですよ。はい、車高というか、なんとな全,全部が低いははい、はい、はいはい、だから今までのの確かにこのデザインは できなかったのと、はい、そしてあの単純に言ってかっこいい、<つ>美しいと言えばいいですか、ね。はい、これは素晴らしいデザインだと思います、ね。なるほど。えー、二十日まで展示しているという,う、ね。なるほどですね。はい。あのー、まあレクサスはこういうことですね。はい、はい。まあえっ、ー、と、実際スポーツカーは LFA の開催で作り込んだ走りの味を継承するモデルだというふうに言っています。はい。もう、まあ。 仮に出るとしても全固体電池の搭載とか言ってますから、はい、まあ本当に2030年に間に合うかっていうそうですね、えー、レクサスは2035年に BV100% という話でしたねその途中で、えーまあ、そのまさに、えー、象徴する存在みたいな形で出るんでしょうかねこういうスーパースポーツがねほかほ他,、はい、他が来るならやるよっていう。 そうですね、あのー、どこを目指してるんでしょうね、はい、これって、こういうもので、まあ、LFA の名前が出たってことは、やっぱり例えば3000万円、4000万円、5000万円級のスポーツカーなのではないかと思われますよね、はい、これね、まあだから、テスラの新型ロードスター、大体、うん、いい20万ドルといわれてますけど、はい、よりもちょっと上の値段帯で、だからまあ、欧州プレミアム系が来るならば。はい うちも行きますすとといいいうう宣言ななんじゃないでしょうか迎え撃ちますという、うんまあレクサスというブランドを立てていくにはそれはありかな、はいうん、ただ今回ちょっとレクサスとトヨタが一緒の発表だったのがまあまあそれはコーポレートのトヨタとしてはそうだけどちょっとなんかレクサスが埋もれた感じもなくはないな,なくはないですねはいあのー、やっぱりんかレクサスが先出ししてほしいなというのが個人的な思いなんですよねなるほど レクサスが先行してバンバン新しいことをやっていくのにトヨタがこうついていくような形の方がいいんじゃないかなと思うんですけど例えばフォルクサーゲングループで見るならばやっぱりポルシェア,アウディが真っ先にねカバンと BV 出してきたわけですよね。はい、でそれにまあフォルクサーゲンだったり他のブランドがまあ普及版を出していくみたいな形があると思うんでじゃないとなかなかねプレミアムの方が立たないじゃんっていうのが。 ちょっと思うところだからこういうスーパースポーツみたいなものは早く出した方がいいですよねまあもしも東京モーターショーがあったならば、はい、ひょっとしたら午前にこっちが, <laughs> っちがあったみたいな <laughs> そういうことがあるのかもしれない、はい。はそうそうはい。まああの2035年100% bv どう思いました水素がですね、はい、水素エンジンはとにかくとして、はい いわゆるその水素燃料電池車を、はい、まあレクサスは展示したこともあったわけじゃないですか、そうです、ね、そして LF1 リミットレスという車ではもうエンジン BV、そして水素燃料電池も、はい、あのミックスというか、はい、それぞれ用意するかもしれないみたいなことを言ってたと思うんですけど,、はい、水素どこ行ったったていう、はい、そうそですねちょっと FCV に関してレクサスが触れてないのは、はい、まあ今までもなかったからなとは言えるんだけどまあ。 うん、ちょっと寂しいというか、ね、FC ファンの僕としては、はい、ちょっとなんかねあもうないのかと思ってしまうというところは、ね、今回だって BEV を35年にもう BEV にしますと言ったわけですから、はい、まあこの宣言のままい,いけば一本になるわけですよね。そうです、ね、たぶん2035年 BEV100% ってすごく微妙な宣言だと思いませんか 段階やるよっていうう2035年だとそうですよもう2世代モデルチェンジありますよね、はい、これだとね。でまあもちろん僕はそれでいいと思ってるんですけど、2035年に BV100% っていうのは、実は割とみんなそうなりつつあるだろうから、<laughs> プレミアムは、はい、そんなすごいことを言ってるわけではないよねと、だからそういう意味では、別に尖ってはないよよねねと思うんですよ、ねはい、ただ一方で、じゃあ、ナイエンジンとか好きな人は、そうか、BV になっちゃうのかと思ってしまう。 という意味でこれもう LC500 買いに行こうかなとかいやでも本当そうなんですよね聞いて思った人はいるかもしれない、ね、そうそうそう,そうだからうん、なんかそういうだよね僕はねもう一段ねぶっ飛んでほしいかったなとは正直思っていますだから他のその、えー、プレミアム系がこの先どう出てくるかですよ、まあ、例えばそのマセラティにしても、うんえー、新型 MC20 は EV に、はい みたたたいなこととずっと言っ言ててのに、ガソリン出てきたみたいなそうですね、まあ、今後 EV 出てくるんですけどねはい、はい、だからまあそのいわゆる欧州の二枚舌みたいなものとかと、はい、どのようにね対峙していくのかっていう意味でも面白いし、はい、レクサスはねやっぱそこにね戦っていくブランドだと思うんで、はい、僕はだからその。 なんかがっかりしたとかそういう意味では全くなくてもっとどんどんやってっていう話なんですよねまあ日本人として頑張ってほしい応援したい感じです日本代表で世界と戦ってほしいんでねでこのそのレクサスがこれ以外にですね現車を展示した以外にですね写真を公開したんですよなんと。それがねむしろそっちの方が面白いなと思ってまあこんなに EV やるよっていう写真を出してきたんですけどその中にあるこの左の3台ですねうん。これがですねなんだろうこれはっていう なんかシューティングブレークっぽい車が1台2台 2>、はい、ですねそしてその後ろに LC コンバーチブルみたいな4座の、うんえー、コンバーチブルがありますね,すね、はい、ただ4座のコンバーチブルはも,もうちょっとサイズがでかいように見えるんですねなるほどはいでこのまずシューティングブレークの方ですこれ要するに 今出てるこの手前に出てるのがこれからまあやっていくよう宣言でしょうからはい、はい、だからヨーロッパ狙ったときに EV でレクサスは SUV だけじゃなくてステーションワゴンもやるんだという僕はねこれステーションワゴンではい、ないと思うんです<う>これはねクーペだと思うんですよねつまり体感クロスツーリズムということですか、まあ、クロスツーリズムじゃなくて体感だと思うんです、ねはい、なるほどまあ,あのもしかしたらハッチバックかもしれないとは思うんですけど、はい、要は LS じゃねえのっていう LS のような位置に来る車を、はい、はもうこういうことじゃないのかと僕は思ってるんです、ね、もうセダンじゃないっていうこれがまあ未来のセダンなんじゃないかと、はい、後ろ要はノッチした後ろの、ね、独立したトランクみたいなもの、はい、だって世界でそれを求めてる人って誰ですかっていうのがまして2035年とか、はい、まあ30年とか考えた時には もうこっっちなななんんじゃないかなと思ったんですよね僕はこれは LS だとつまり EQS と戦うという車が出てくる <laughs>、うん、そうそうそう EQS を見ればなおのこと、はい、なんかもうああいうねいわゆる3ボックスセダンを出しても、はい、それは誰が、ね、買うのっていうかまあ買う人いるんですけど、はい、でもこうブランドの先進性みたいなところを見せるにはもしかしたら僕はこのぐらい飛んじゃうんじゃないかなと思っているんですよね。でその そのちょっと車高を上げたクロスオーバー版も一応示唆されてる、はい、ということですねもう体感クロスツーリズムってことでいいいこででんじゃないですかね。はい、それはね、はい、まあなのでその欧州系が今までやってきた積み上げがあるわけじゃないですかあの空力の悪い SUV はおそらく EV の中ではそのそれもあってもいいんですけどそうじゃないのもないとプレミアムをやっていけない可能性があるな何でかというとプレミアムに求められる高速距離とか、はい。 軽さとかは実現できないということですね、はい、さらに言うとやっぱりラグジュアリーとスポーツは昔よりはるかに不可分のものになっていると思うんですよね、うん、そうだからスポーツ性能ハンドリングみたいなところに特化したモデルがない SUV だけっていうのはやっぱりないよなと思うんですよね、うん、そこにこれで出してくるとはいと僕は 勝手に思っています、はい、そして LC コンバーチブルのまあそうですね、はい、これが LS だとするとあっちが LC でいいかなという気はしますよねはい、はい、まあそれは是非見てみたいですねそうですねはいそんな未来があるならばこれは面白いことなんじゃないですかと僕は思いますね <laughs> で、はい、さらに、えー、トヨタはトヨタブランドとして、はい、一番後ろに並んでる子たちですね、はい BG シリーズではなくこれはトヨタブランドとして出してきているので、はいはい、トヨタって書いてありますから、ねはい、でその中で、えー、要するライフスタイルにそれぞれに寄り添った感じで、はい、こういう、えー、バンみたいな車とこの隣のは、ナンバー黄色いんですよね。のワンボックスというのかなんというのかを示唆している感じですよね。 だからこれは本当にこうコミューターでもあるのかもしれないしいわゆるこう荷物を運ぶような車の置き換えかなという気もしますよね。はい、まあとにかくそういうのを考えている、まあ、さっき話出ましたけど、はい、こういうのがあるからやっぱりプラットフォームとしてはなんかいくつか持っているんじゃないかなという気はするというね。そそしててこれは GR GR がついるるんですよ、ね、そうでですすね。ね、はい。うスポーーツカーはやっぱ GR であると。 昔フォルクスワーゲンがですね、はい、エコレーサーっていうコンセプトカーを出したんですけど。ありました。似てるんですよね。ねち,ょちょっと似てます、ね。<い>この C. G. の、はい。ライトと黄色い色で、僕はそれを思い出してしまいました。はい、あのコンセプトがここに蘇ったのかという感じがしています。<laughs> まあ、だから、これ系はさっきのその B. G. K. と比べると、ちょっとコンセプトカーっぽいですかね。そうですね。この後ろの子たちはまだまだそういうことなんでしょうね。はい、ただ、これ、はいうん。あれ、これは急に <laughs> は。なんかリアルな。これ、これ。 BG シリーズじゃないんですかねそうですねこれクロスオーバー EV としか書いてないんですけど、はい、なんでしょうね BG をやらない地域に向けた BG なんでしょうか BG を含む、えー、ちょっと数字忘れましたけど、はい、EV 何車種を出していくという宣言でしたから BG は多分やっぱりすごくとんがったある種のものだけどそれだけじゃないものを出していくよということですよね。多くの市場で受け入れられらそうな そうね、デザインですねなるほどはい、はい、これもすぐ出てもおかしくなさそうな、うん、感じですはいじゃあスモール SUEV と呼ばてます、はい、これはちょっとアイゴっぽいですねアイゴのクロスオーバー感が <laughs> かなりコンパクトですよね、はい、であの上すぼまりのフォルムはちょっとねあの効率考えてるのかなみたいな、まあ、さっきのね、えー、とスポーツカーなんかもちょっと似てるとこありますよね、はい はいはい、そして、はい、これはジムニーかな <laughs>、まあ、FJ クルーザーの小さい版ですね,ねなんかね、はいえー、ちょっとサイズ感が難しいですよコンパクトクルーザー EV ちょっとレゴっぽいですね,そうっすね、まあ、クルーザーってのつけてるってことはやっぱりちょっとランクルと、まあ、まあ要するにまあオフローダーだよっていうことですよねそそしてその奥にいる もうこれ明日売った方がいいんじゃないですか、ねうん、そうですね。これまあ要するにタンドラの E.V. ですよね。タンドラなのかタコマなのか、はい、ハイラックスなのかちょっとサイズ感が僕はわからないんですけど、とにかくタンドラ級に見えましたね。アメリカ向けの、はい、まあもう今ねえっ、ー、とアメリカのメーカーがピックアップ系にね E.V.、えー、を設定しだしてますから、はい、これはいるよねと。でしょうね。うん、まあトヨタにとってのそのタンドラ タコマの重要性っていうのは、はい、日本で日本人やってると全然言えないんですけど、<laughs> はい、あの会社にとっての屋台骨のもう何ていうか一番太い柱っていう感じなので、でね、ここはね、はい、絶対外してはいけないところですから。フォードが出してくる以上はみたいな。やらねばならんでしょうね。はい、なるほど。これはだから一番端っこにいるけど一番大きな宣言かもしれないという。はい、そうですね。 なんかすぐまあそのほかが作れるならすぐできそうです、ね、は,いはい。バッテリーの,そのスペースとかもいっぱいありますからす、ねうん、はい、まあ、こんな感じで見てきましたけど、はい、もうなんか見てるだけでなんというかあお腹がいっぱいってなんか嫌になる意味じゃなくてなんかすごいなと、はい、とにかくなんか圧倒されたというのは確かですねただ一方でその350万台ということは、はい、つまりトヨタは 残り、まあ、今の販売台数でいうと600700万台ぐらいはすかのパワートレインの車を売り続けるという宣言でもあるわけですねだから大変でですすねねそその、えー、ラインナップがうだから、まあやっぱり内燃エンジンハイブリッドの車がある程度やっぱり少なくなってこの辺の、ね、バッテリーが増えていくということは間違いないですよね。 地域に応じてでも例えばその最後に話をしたピックアップトラックなんかはすぐに置き換わらないだろうから、はい、アメリカではタコマ例えばこれがまあじゃあタンドラ級だとして、はい、タンドラの脇にこの電動タンドラが並ぶということになるから、はい、これはやっぱりこう相当なリソースを持ってる会社じゃないとこういう戦略はねこのフロラインナップはできないですよね、はい。だからこれを見て一番びっくりしたのは むしろその日本のトヨタ以外のメーカーがこの先どうやって EV 戦略やっていくかを相当頭を抱えたと思いますね、うん、そうですねまあ名前を出していいのか分かんないけど、はい、例えばマツダとかスバルとかはある程度ニッチなところでついていっていけると思うんですよそして一部はトヨ,トヨタと一緒のリソースをそう、はい、じゃあホンダとかどうするんだろうっていうのはまあ普通に思いますよね,そうですねどうううするんだろうというか こここでもううトヨタこんなに見せちゃっったよっていうね現状その例えばアメリカのピックアップもまあホンダは3.5リッター V6 しか持ってないわけなですか、はい、その状態で今ピックアップアメリカで戦ってるのにさらにこれが来てでこっちのラインナップを増やすとなるとどうやっていくんでしょうね、はい。ねってなっちゃいますよね、はい、まあ正直そうトヨタすげえはすげえんですけど本当にちょっとよ,よそのことを考えるとね、まあ まあ、例えばホンダの話をちょっとするならば大きい方は GM のプラットフォームを、ね、使うわけじゃないですか、はい、でコンパクト側をホンダが今開発すると言ったばっかりで実はまだねそんな進んではいないはずなんで,でしかも BEV の知見がホンダ E とかあんま多くないので,、はい、で GM に教えをこう言いつつねやるわけでしょと言ってる間にトヨタはこんなにあるんですけど。 そうなんですよ、はい、<laughs> でさらに言うとその電池生産、はい、それから電池の資源のところまで、うん、トヨタはあの、まあ、本気というか、まあ、それもニュースになってるの皆さんご存知ですよ、はい、2>, 2兆円電池の投資となんですけどもうちょっとその資源のところも見ていくと、うん、やっぱりその、えー、トヨタ通商が、はい えー、南米のリチウム鉱山にもう15年前ぐらいからですか出資して作り続けてるとかですね。すねえー、てうありますけどっていうって感じですよね。でもリチウムの値段って今ものすごい上がってるんですよ、はい、だからなやっぱりいろいろ考えてるなというのはそうですね。豊田通商ってなんかいわゆるこうなんだ先発隊みたいなとこあるじゃないですか<は>もう先に行ってその将来のものを開拓して、はい、確保しておいて。 ね、今、トヨタという、まあ、本体が乗り込んできてもうでも全部お膳立てをツーさんがしているというね、はい、そういう図式を見るとトヨタのまあ強さをまあまあ、ね、もう見せられてしまいますね。というふうになってしまうなと、はいうん、思いますねでもテスラですよ、はい、テスラはその2030年にトヨタが言ってるのの何倍でしたっけ十、はい、何倍まあみたいな話です、ねはい、のバッテリーの、はいえー、生産計画を立ててるんですよね。はい ていうことはテスラじゃ年間3500万台売るわけですか <laughs> いやと言いながら、まあ、大体テスラは全てが遅れてますよね。はい、あのー、で今のモデル S とかモデル X もまだね今作れてないてそう作れてない状況ですから、ね、そうそう全く売ってない、ねはい、売れてない状態ですよね。だったり、まあ、そのリチウムイオン電池に関してもいきなりリン酸鉄そうバッテリーまあその要するに、えー、ニッケルマンガン5バルト リン酸鉄の方の、えー、バッテリーいきなり積んできたりとかそうまあいわゆる安いやつですよね、はいはい、安くて相応に、あのー、効率も落ちてるんだけど、まあ、安定供給は可能みたいなねだから言うことは言うけど、うん、どっちがどっちという気はしなくもねそうだからでトヨタはまあ先ね先にも話したように、あのーえー、バッテリー容量をいたずらに増やさないで なんとか高速距離出していくぞというコンセプトがあるので、はい、の数字だけではまだちょっと測れないところもあるじゃないですかそうです、ね、例えばフォルクスワーゲンの、えー、考えているバッテリーの、えー、と生産量、はい、というか確保するよって言ってる量とそんな変わんないですよねねそうですねフォルクスワーゲンの方がちょっと少ない、ね、ぐらいはいあんだけ BEV って言ってるのに、はい、まあだからこの辺どういうね、えー、台数規模で考えてるのかっていうのはちょっと面白くないですか で、まあ、私を見せてほしいの、その、燃費ですよ、やっぱり。うん、今、百二十五ワット。アワーパーキロメーター、はい。みたいなことも言ってきましたけど、はい、まあ、まあ、そのプリウスで。我々を驚かせた。うん、そのトヨタの、まあ、最後の、えー、電化の報道と言えばいいですか。え燃費を。燃費を見せてほしいですね。<laughs> やっぱり、こう、プリウスって、その、ね、燃費で。 驚かせた車だったわけですね。だから BV のプリウスが見たいですよねそうですねここまでできんだみたいなやつができるとみんながそこに夢を見れるのかなみたいなえ他の国は突然やっぱりガソリンですとか言いもう無理ですヨーロッパがやっぱりナネージいいよねとか言い出すみたいなねそれはねそのだから私のちょっとこれもう長話になるんです個人的なこと言っていいですか最近いろんな論文を見てるとですね ガソリンエンジンが発生する、えー、PM2.5 がですね、はいえー、地球温暖化を妨げてるという欧州系の論文が出まくってるんです。はいはい、でもし今ガソリンエンジンをやめてしまったら急激に地球の温度が上がる。<laughs> むしろ上がるという。<laughs> それちょっと興味があればちょっと調べてみて頂きたい<う>いろんなところの研究者がそれを出していてこれ本気で言い出したらやっぱりこうじわじわ行こうよっていう話になったりするんじゃないの、ね、といバッテリー V の方が環境にいいと思ってたんですけどどうやらちょっとあの温暖化には逆効果だったみたいでということが、はい、まあ起こりえるまあだからそれもしかしたらね伏線として今一生懸命、はい、そういうのいてんのかなとかね、はい、そういう見方もまあしてみたりできるかもしれないですよね。 まあだからトヨタはしっかり現実,現実的なやっぱり有名を見さしてくれる会社だなということですかね、うん、そうですねあのー、今回の発表僕ら驚いてるんですけどでもなんか一部ではトヨタは所詮、ね、マーケットニーズに対して答えを出していくだけで提案がないじゃないかという話をする向きもあるらしいんですよ水,水素エンジンも <laughs>、ね、まあまあ <laughs>、はい、そうぼね僕らはそうは思わないんだけど、はい、そういうこと言う人も いいいいいるるらしいんでですけど僕ははトヨタはでもそういうブランドでいいと思ってだってマーケットがないところに、ね、何パーセント %EV にしますとかってそれだ誰の気持ちでやってんのとか分かんないじゃないですか、はい、そんな無責任なことを言わないトヨタは僕はそこはね100%あの正しいと思って一方でだからまあちょっと途中で言いましたけどだからこそレクサスにはもっとちょっとぶっ飛んでほしいなと思うんですよね。うん、そこははレクサスブランドは お客さんがいるからじゃなくていそうなその先にやっぱりね球を投げ込んでってほらここに未来あったでしょっていうべきだと思うんですよ。はい、そうだからねせっかく2つまあ GR 入れれば3つブランドがあるんでそこのね色分けが、ね、もっといろいろできてくると面白いかなと思いますね。はい、なので2035年までの話ですから、はい、まだまだ時間はいっぱいありますから、はい、まあ今楽しめること。 楽しんでいきたい <laughs> 進化していくっていうのももちろん面白いですし、はいえー、完成されてるガソリンエンジンを楽しむのもこれも趣味の一つだと思いい、ます。はい、そして BG4X はねもうそろそろ多分乗れるはずですから、はい、どっちも楽しめる面白い時代に我々いるということをか、ね、みしめて喜んでいけばいいんじゃないかなと思いますね。